お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの枯渇デッキを紹介していきたいなと思います。でちょっとねゴブリンバレルにウォールブレイカーも入ってる、まあ、なんですけどスケルトンバレルはない、ちょっとね新しい枯渇デッキを紹介していこうかなと思います。こちらのデッキなんですけど、こう前にも多分言ったことがあると思うんですけど、イーゴー選手、まあエゴールとかいろんな呼び方があるんですけど、この前までねロケット推しだった迫撃をウィザード版でね、作ったりだとか、今までちょっとこういろんなデッキ作ったり、まあ、マルチで世界1位をね前シーズン取ったとか、まあ、世界1位も5、6回取ったことある、あの鬼うまい人が、このデッキをね作った、とか作ってましたというわけで、今日ねこれやっていくんですけども、まあ、施設もなけりゃスペルもデリバリーだけっていう、まあ、なかなかちょっと枯渇デッキとはなかなか言いにくいですけど、まあ、枯渇要素もねウォールブレイカープリンセスゴブリンバレルとか入ってますので、まあ、ちょっと変わった枯渇デッキをねやっていこうかなと思います。なんかユーノとか僕ムートとかすごい好きなので、単純に僕好みなね枯渇デッキだなと思って今日は使っていきます。で、まあ、デリバリーとハンターがあれば、まあ、対空も大丈夫でしょう、まあ、みたいな、だからそんな感じのねデッキではありますよね。さあこれまあプリンが向いてくれないのかな。あこれやばい、ナイトが、あーいやでもいい受けで、このプリンは残る。さあで今回の相手はウォールブレイカーですね。これプリンがいることによってなかなか相手もね今ヤリゴブとかコウモリがいたら受けにくかったと思うんですけど、さあウォールブレイカー追加ワンチャン、これむずいですよね。まあ、ナイトがいない、ナイトがヤリゴブ、さあで次は今ヤリゴブ咲いて、まあ、ここコウモリかナイトだと思うんですよ。いや僕らになったらコウモリ読みデリバリーとか思ったら全然でこれでワンチャンコウモリ追加ぐらいかな。まあまあゴブリンバレルウォールブレイカープリンどこかに打っと、まあ、これ多分ウッドだと思うんですよ。でまあ、次、ウォールブレイカーしたら、まあ、早めのコウモリか、まあ、ボムターで受けてくるよね、みたいなサイクルだと思うんですけど、まあ、僕としては、やっぱ相手はね、今回、いやムートとか言うのがきついと思うんですよ。これに対して、まあ、ナイトさえ使ってくれれば、僕のムートはね、めっちゃ刺さると思うんですよね。そう。この流れ。よいしょ。したらもう今だってコウモリとボムタワーとかしかないと思うので、かもワンチャンファイブウッドとか。よいしょ。なので、こういう感じでね、ちょっとおしゃれに決めていきたい。で、僕ムートが竹を取って、しかも残る、いや、激アツ案件。で、まあプリンとかでね、対応しつつ、またデリバリーがね、僕は結構大事になってくるかなと思いますね。このウォールブレイカーは、まあデリでしか受けれないですね。ハンターで受けるっていうパターンもあるんですけど、でウォールブレイカーとかにウッドを使ってほしいですよね。これに使わせてこっちのゴブリンバレルが刺さるみたいなのは理想ではありますよね。いやでも陸がやっぱ大変そうですね。なんなら今これこうムート受けとかも多分絶対きついので、まあ、攻めるっていうパターンもある。うわやばい、これウォールブレイカー、あ最悪、今このハンターでウォールブレイカーを処理しようと思ったんですけど、なんかリガーの位置とたまたまなんか被っちゃいましたね。さあ、おお待って待って、お頑張りすぎやろ、バカバカバカ、さすがにムートもうちょっといけた、いやなんなら延命できそう、いやプリンちゃん、まあ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 相手は絶対陸きついですよね。ウォールブレイカーとかで攻めてここ延命したいよな正直っていう思いもある、まあ、しなくても良さそうっちゃ良さそうでしたけど、いやなんなら延命できちゃいそうだけど、これまあコウモリかヤリゴブが来る読みプリンですけど、うんーいや走れ、いや全然走んねえなさっきから。さ あこのプリンが地味に延命されていく、一回まあ待って、これデリバリー回した方がいいかも。ウォールブレイカーが追加で来るとちょっとやばいんでね、でこの間に攻めてみたい、いや危ねえ、結構ねハードですね。いやもっとね、いやでも今ウッド使ったっすね皆さん、まあ、ここはそう小物読みので、逆サイ絶対ナイトさえ使ったら絶対きついよね。でナイトと槍も裂いたので逆サイユーノとかもね絶対きついはず。
いや、なんか綺麗に守られちまうな。俺の攻めが下手なのか、もしかしたら。ここでも延命し放題ですよね。にゃー、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、めっちゃよくされてるけど、オッケーオッケー、ムート入ってる。いや、これはウッド使う。いや、勝てそうですけど、なんか、試合が汚ねえな。もっとこう、綺麗にね、すごい勝って、うわーみたいな。骨木、いや、マジでやばくないですかみたいな。僕の中ではね、あったんですよ。なんですけど、試合がなんか、汚ねえっていう表現をしたらあんま良くないですけど、なんか汚いですよね、非常に。こう、美しくないですよね。この枯渇枠をもっともっとうまくね、利用できるといいかもしれないんですけど、さ、ウッドを使って、これはね、さ、決まりましたよと。なんかこういうのが、もっともっと序盤からね、できるといいかなと思いますね。まあ、なんで、まあ、理想としては、ウォールブレイカーにウッドを使わせて、ムートとかいうのがターゲットを取っている間のゴブリンバレル。そしたら、タゲを取ってるので、まあ、基本的にはめちゃくちゃ刺さるよねと。で、防衛ファイボとか無理やり使わせて、みたいなサイクルができると、多分ね、めちゃくちゃ強いんだなと思います。もっと綺麗に、もっと綺麗に行きたかったですけど、まあ、陸受け枯渇と、まあ、ウッド枯渇の、まあ、そんな感じのデッキですね。意外とムートとかにもウッドとかを使ってくれるっていうか、タルババとかね、陸受けとして使いたいと思うんですよ、相手もあったらね。なので、そこに使ってくれたら使ってくれたで、まあ、ゴブリンバレル刺さるしねっていうので、さ、待って、ベビドラレベル8って結構珍しくないですか？今だってグラチャレこれ僕6勝とかですよ。今トルネ使ったんで遅延スケラかゴレかエリゴレなんですけど、あ、バルキリー？スケラフリーズとかですかね。なんか、あ、バルキリーも8だ。ちょっと待って待って。動画で、てかコメントとかで、いや、格下に勝つとか当たり前じゃんとかなんか言われちゃいそうなんですけど、いや、この人があの、僕の領域に踏み込んできただけですからね。全然僕知らないですから。さあ、で、これは、まあ、防衛もするんですけど、逆サイドにこうプレッシャーかけていくと、相手もね、なかなか攻めづらいよと。さあ、ここも言うので、まあ、守りつつ攻めていきましょうか。相手多分スケラフリーズだと思いますね。よいしょ。どうしようかな。このムートには多分バルキリー、あ、待って、お前、プリン。プリン、バカか。いや、これでも足りないっすよね。絶対バルキリーも出てくる。でも、ハンターだけで耐えれると思います。で、今回相手はタルババとかはないと思いますね。トルネだけだと思います。なので、ウォールブレイカーバレルとかをうまいことをこう頑張ればさせれそう。あそこにトルネを使うと、みたいなね。トルネをどう使うみたいな。いや、普通に使ってきたな。あ、フリーズを使って、いや、まあまあいい防衛だけど、陸受け間に合うんかい。いや、これ痛えな。もうユニレベ8でやってるまでありますよね。これはさすがに。いや、で、バルキリーボーラーですよね。まあまあ、相手は、間違いなくゴブリンバレルはきついと思うんですよ。まあ、僕も同じぐらいきついんですけど、なんか相手のね、いろいろ。さあ、これは、ここでもう一枚カードを使わせたいですよね。で、ここはプリンちゃん延命した方がいいですよね。なんかどうせならこう延命したけど、相手もね、辛いよねっていう。さあ、ボーラー来る。ボーラーのね、転がり具合で僕のあのプリンが行かれるっていう。多分狙ってましたね。あ、でも相手これ多分ね、基本的に陸受けがきつい。いや、陸受けがきついので、なんかこの陸受け枯渇デッキっていうのが、まあ、理にかなってるというか、すごい相手に刺さってる印象がありますよね。いや、このね、延命もちょっとうまいっすよね。このムートとかの。で、まあ積極的にゴブリンバレルは飛ばして、サトルネを使ったので、まあ刺さっていくよねっていう。で、ここは、ユーナの突進とかを利用すると、陸をこっちに裂いたら、こっちのね、ムートが止まんないんじゃないかっていう。いや、いい。さらに、追い打ちをかけるようにウォールブレーカーで、まあ多分こっちは無視かもしれないですけど、あのゴブリンバレルは無視できないよねっていう。あはは。え、めちゃくちゃ綺麗。いや、今回の試合は美しかったですね。あの、自分的にこう、まあ納得のいく試合というか、まあ今みたいなのがすごい理想ですよね。相手の陸受けを把握しつつ、まあ、陸で攻めつつ、それに合わせて、こう、ゴブリンバレルだったり、ウォールブレーカーとかを、ま、飛ばして、みたいなね。両サイに振るのが多分このデッキのすごい強みかなと思いますね。
こういうデッキって基本的にはスケルトンバレル、スケバレが入ってて、よくバレバレ枯渇とかいう方がいっぱいありますけど、なんかスケバレが入ってないっていうのもまた珍しいですよね。なんかバレルとウォールブレイカーだけっていう、また新しい方なんですけど、まあでも僕的にはめちゃくちゃ好きですけどね僕の好みでしかないんですけど、そう、とりあえず僕ユーノとか入っとけば、もうそのデッキ好きって言いがちなんで、はい、ユーノムート陸受け、枯渇デッキというわけでね、まあ、よく枯渇デッキにこうダックプリとかプリンスとか入ってきますけど、あれもねダックプリとかプリンスとかにウッドをやっぱ使いやすいというか、まあ使いがち、まあ、なので、まあ、そこでねこうウッドを使わせるとさらにこう枯渇が刺さるみたいないうところでね、まあ枯渇ですよまとめ方下手かよっていうね。さあ続いてね3周目やっていくんですけども、まあスケじゃなくて LSP とかでもいいんじゃねと思うんですけど、まあ小さい受けとしてスケの方がやっぱね優秀なのかな。トリトンの竹取ったりだとかもできますし、スケね最近 LSP がすごい多いんで、あんまこう見る、まあ見ないこともないですけど、なんか LSP の方がねよく使われてる印象あります。さあトリトンとポイズン、まあ、スケラか、まあ、スケラぐらいしか思いつかないですけどね。まあメガナイト、うん、キョロイのポイズンとかワンチャン、うん、なんだこれなんだこれ、いやマジでわかんないですねこれ。延命できるならしたいけどな、これどうせならムートだって残ったら、だって相手からしたら絶対嫌じゃないですかこれね。さあできるだけ延命して、まあ、ムートトリトン、いやムートは俺か、混ざっちゃった。トリトンザッピー、いやマジわかんないな。しかもポイズン対空もちょっと出てないですよね。タルババア、いやわかんな君のデッキ何でも、ザッピーとトルネードが入ってるデッキってあんまないと思うんですよ。さあペッカタンですね。いやスケ咲いたから嫌ですね。でもこれはトリトン、あ咲いてるからと思ったけど、ハンターか。いやペッカスキャラーだと思いますね、こんな間違いなく、間違いなくペッカスキャラで、今スケもないのでちょっと嫌ですね。これにスケラ打たれるだけで気持ちしんどいですけど、まあ、ここはウォールブレーカー受けでカバーしていきます。陸受けをねできるだけ温存するというか、これめっちゃ強いです、このペッカをウォールブレーカーで釣るやつですね。でここで、まあ、延命してあげてみたいな、いやーいいねすごい。でザッピーハンタートリトンでしたね。あとはまあ、ペッカスキャラで施設がなさそうですね、今んところ。それが助かるっすね。で、まあ、とりあえず攻めて、適当に。いや、めっちゃ適当。いや、まあ、それ、適当ぐらいがね、ちょうどいいっすよね。本当に。さあ、で、まあ、プリン出して、まあ、スキャラはもうデリだけで守るみたいな、そんな感じっすね。だから、ペッカムートやばいな。さあ、で、積極的にウォールブレイカーは単体でいっぱい投げまくるのがいいですね。投げとけばなんかこう2コスなんで、こう相手もまあ無視しにくいし、無視してきたらまあ無視してきたで、でこれ端前トリトンとかも全然あるっすよね。さあトリトン蓋のさスケラでしたね、やはり。でこういうとこでもウォールブレーカーとか積極的に飛ばして、こういうプリンもまあ延命できるならしてあげるとね。さあ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 、しかも相手今ウッド使ったな、お前やったぞ。これ多分ユーノ向けないといけないんで、ああまあでも強いやつがおるな。でもここでムート出してあげるだけで、さあからの、え、ここの追加見て、この追加ウォールブレイカー今3コスでトリトン出したんでコスト間に合わなくて、お前せっかくなら爆破させてあげて頑張って運んだんだからねと。さあ、いやめちゃくちゃねいいですね、今回の相手はペッカスキラか、なんかおもろいデッキ出したね。まあ、なんですけどやっぱ回転がね、やっぱ早いっていうので、僕のね、しかもスケガとかはね、ペッカ受けにも優秀でしたね。ついてこれてなかったですね、と。いや、鬼強い説あるな、この枯渇デッキ。なんか、バレバレとはまた違った良さがありますね。さあ、ボムタワーで、よろしく？まあ、ボムタワーといえば、スケラだったり、てかまあ、ゴレもたまにですけど、まあ、スケラぐらいでしか思いつかない。まあ、ウォールブレイカーとかか。まあ、スケラウォールブレイカー、うん、ベビドラー。いや、これあれっすね。さっき僕が言った、ゴレ説ありますね。遅延ゴレ、こういうの延命してあげるとなかなかね相手からしたら辛いよねっていう。で
こういうのワンチャン目できたら神だよねっていう。でこういうところでゴブリンバレル飛ばして、しかも手前にやるんですよ。これでスケラでトルネで近畿道が、あーもう一個手前にしとけばもっと良かったっすね。ミスったな。そしたら今近畿道失敗してたんで、いや今の中途半端なね位置のゴブリンバレル良くないっすね。まあまあまあ、ナイトビビドラ、あ、遅延スケラっすね。ただの、ただの遅延スケラです。ただのって言ってるよくないんですけど。まあ、これではハンター出さなくてもよかったかもしんないですけど、まあまあまあ、気持ちいいリアード取られちゃった気がしますね。まあ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 、ナイトが来たらムートで来なければ言うので、いや、上に飛んどし、いや、でけえ言うの、よく頑張ってくれた。今ユーノがスケラに飛んできてたらちょっと嫌でしたよね。さあで今ここね、今相手タルババ使ったので、ここねゴブリンバレル、まあなんとなく裏ですね。これはなんか相手との駆け引きと言いますか、まあ、後ろに毎回なんか吸ってくるようでしたら、ちょっと次は手前にしてあげてトルネをねなんかまあ縛らせるというか、まあ、ミスさせるというか、トルネされてもダメージ入るような感じでやっていきたいですね。で、この勝ち方も結局はさっきと一緒で、まあ、陸受け枯渇ですよね。相手の陸受けが多分足んなくなる。てか、ナイトとボムタワー、タルババなので、まあ、アイウィズとかでね、受けられるのが結構嫌ですよね、正直。でも積極的に、よいしょ。攻めて、シンプルにこのね、なんかスケとゴブリンバレル、なんかプリン、ウォールブレイカーとかで回せるのも強いですよね。1コスとかね、低コストで、これなんとなく、うん、いやこれマジでごめんなさい、たまたまっすよ。別に読んだとか一個もないですけど今のアイウィズ出てくるのとかだって読めないですもん、普通はね。さあ、まあデリ落とす、いやこっからね僕の削りはね難しいっすよね。なか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 ね通りづらい。タルババを使ってほしかったけど、ね、これどうする？これ多分ワンチャン怖いですよね。ベビドラの事故とマスケラの受け的なのでね、まあ、持っていかれるのはゼロではないけど、まあさすがに大丈夫だと思うけどなと思いたい。よしよし、いや怖っ。いやこれ右も狙っていきたいけどみたいな、まあでも本当に狙ってるのは左だよねみたいな、そんな感じっすね。右にもちょっかい出しつつ、本命は左。よ、トルボボ咲いた。まあ、これは普通にと、ここでいいか。さあで、コストが間に合うかな。さあさあ、いや、一発？一発も入らない。いや、やばいな、これ。ポイズン削りがやばいっすよね。まあ、これでも、ユーノの木は絶対できついんで。ちょっと早めに攻めてあげて、ユウの、あ、なるほどね。いや、いい、ミスってるミスってる、相手勝手にミスってきてんな。でかいでかいでかい。でこれ左に陸行きがないみたいな、ないボムか。いや、ウォールブレーカー飛ばしたいんですけど、なんか飛ばすタイミングねえんすよね、あいつなんかいろいろいるんで、バニーユニットが。よいしょ、やばいやばいやばい、このやばいやばい、耐えて耐えて耐えて、できるだけ耐えて。いや、このアイウィズのダメージも入れたくないっすよね。いやー、もうちょっと欲しいな。さあ、あと15秒なので僕は攻めつつ耐えます。よしよしよし。さあ、もうスケラ打たないといけないんですけど、僕が今攻めたことによって、オッケー、間に合わないでしょ。いや、危な、これ危ないですね。まあ、後半に入ると、相手やっぱこう、高回転というか、僕の回転についてこれるようになってくるんですよね。まあ、なので、もっとできるだけ前半に、両サイ振りまくって、しばき倒しとく方が、まあ、良かったかな。もっと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 鬼攻めれた気がしますね、前半に。まあ、でも、まあまあ、逃げ切れて、よく逃げ切れましたね、逆に。はい、というわけで今の反則生かし、まあ、できるだけ前半にも両サイポキポキ折っちゃいましょうか。こういうところでね、今相手はタルバを使ったので、
まあ、タレババイコールトルネードとかよくありますよね。うわ、これヒガエリゴレ、まさかのこれだってエリゴレ絶対勝てなくないですか。いや絶対ではないと思うんですけど、でまあトルネ警戒ですけど、これもう一個また左外っすね。じゃないと結局キング起動されちゃうんで、あもうさっきの反省何も生かせてない。いやもったいねー、これ意味ないですね。キング起動されたらゴブリンバレル、あれ全然痛すぎる。キング起動マジで痛すぎる。さあこのウォールブレイカーはババ小屋を壊すようですね。でこのプリンで全部ババを回収して、これをね今いい感じのエリアードにして変えていきたいですね。さあでたまにこうよく見る超大きいバレル、これたまに外しますよね、ほら。いやでもキング起動してるから全然意味なかったな。いやでもいい、まあまあまあいい。でこれあの確実にねキング起動していく最強のプリンですね。あのこっからこいつ動かないんで 100% キング起動できるんですよ。いやできー、よしよしよし。でまあマジでこのキング起動したことによって、まあ、ワンチャン勝てますね一発。はい、気合がちげー。で言うのぐらいなら多分これババコアによらないんですよね。こいつ生まれた瞬間話が変わる。オッケーオッケーオッケー、よしよし。まあね、これでもう一回ぐらい攻めときたいっすよね。で、あのババは全部プリンで回収したい。いや、守ってくれるのは救い。あれ、壊れると思うんで、まあ、ムーとウォールブレイカーはやりすぎか。まあ、ウォールブレイカーぐらいでいいか。いや、あれをね、どう守るかっていう話なんですよ、これを。わかりますか、これ。だって、僕がどんだけ上手いプレイしても守れなくないですかっていう。まあ、プリンセスっすよね、多分。大事なの。これ、どれだけ、離れた位置とかにこうプリンとかいっぱい置けるかっていう、まあ、あとはもうキングおられないようにするっていうのも大事ですね。僕はこう多分これを完全に守るのはね至難の技すぎるんですよ。けど守れそう、待って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 、いや守れそうっちゃ守れそうだけど、いやそっちからじゃなかったな。いやこれユーナの受けもいるんで、いやウォールブレイカー、いやー待ってやばい待って、絶対これ勝てる絶対。あムート入ってる、でっけー、あぶね、もう一発、よしよしよし、いやでかすぎでかすぎでかすぎ、いやお前ら入りすぎ、こう真ん中エリゴリ来る、でこう真ん中いるの絶対対応できない普通の人だったら。あーオッケー、あぶな、あぶなすぎる。いや最後ムートがね奇跡を起こしてくれましたね。この敵削りねえやって思って、最後のねウッドとかもないんで1でも残ったら削れないと思ったら、ムートのね気合が違いましたね。と、まあ、いうわけでこのね、超最新枯渇デッキ、皆さんもねめちゃくちゃこれ強いんで、使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、また。